東都大学をお願いします。どうも、大学紹介チャンネルを運営しているセシミンです。今日は東都大学について解説します。今回の動画の流れといたしまして、最初に詳細情報を解説した上で、後ほど評判について解説します。まずは詳細情報、目次はこんな感じ。いつも通りですね、一つ一つ見ていきましょう。一つ目、基本情報といたしまして、所在地、埼玉県となっています。設立年は2009年とかなり新しい大学です。学部としてはこちらですね。こちらは後ほど学費偏差値等を見ていきましょう。学生数としては400名ちょっとと小規模な大学となっています。二つ目、学費について。学費はこんな感じです。1年目が入学金があるので高くて180万円ぐらい。2年目以降はだいたい154万円ぐらいになると思っておいてください。学費についてはこんな感じで、詳しい内訳も公開されておりますので、こちら詳しく知りたい方はこちらの URL からご覧ください。こちらの URL は概要欄に載せておきます。三つ目、偏差値について。偏差値はだいたい40弱となっています。偏差値ランキングで言うと、全767大学中667位、私立589大学中489位と、下位 20% に入っている大学なので、かなりレベルは低いですね。四つ目、就職実績について。就職実績なんですけれども、そもそもね、こちらの4学科に関しては、開設されてから間がないということで、まだ就職実績がありません。そして残りの学科に関しては、こんな感じで業種別就職割合と、主な就職先が公開されています。就職実績についてもっと詳しく知りたい方は、こちらの URL からご覧ください。こちらの URL は概要欄に載せておきます。就職実績全体を通してみた感想といたしましては、まあ、はっきり言って弱いですね。偏差値が低い大学ですし、設立してからの期間が短いのでネームバリューもありません。ですので就職にははっきり言って弱いですね。次に東都大学の評判について解説します。目次はこんな感じです。一つ一つ見ていきましょう。一つ目、学内が綺麗、設備が充実と。実際の口コミを見上げます。学内がとても綺麗で、生活していて気持ちいいです。設備が充実しているため充実した学習環境がありますと。設備や施設に関する口コミは非常に良かったです。こんな感じでね、非常に綺麗なキャンパスになっていますね。二つ目、学生のマナーが悪いと。実際の口コミを見上げます。周りを確認せずに飛び出してくる。夜遅くに学生が騒いでいる。歩きタバコをしていると。これね、周辺住民からの批判的な口コミなんですけれども、まあ偏差値の低い大学ではあるあるですね。仕方ないですよ、偏差値が低いんで。はい、この動画では東都大学について解説しました。チャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いいたします。次回は北陸学院大学について解説します。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは失礼いたします。